What's up, men?What's up everyone? What's up man? ゆうやです。はい、今回なんですけども、僕の大好きなアーティスト慎吾2がここニューヨークでライブをするということで、今会場のエルスウェアに向かってるんですけども、この辺のエリアは以前に僕らの動画で紹介したブルックリン、いやニューヨーク一うまいピザ屋のお店から、実はね徒歩5分ぐらい同じエリアですね。でこの辺のエリアはね、こうやって見てもらって分かるようにストリートアートがねもうずらーって書かれてるんですよ。なんでね、観光に来た際はすごいニューヨークを感じられる場所じゃないかなと思います。余談になるんですけども、僕が慎吾2を知ったのはここ2、3年生の時ですね。よくねタワレコとかツタヤに CD をねこう物色しに行ってたんですけども、まあ視聴器聞いたりとかで、その時に何このジャケットめちゃくちゃおしゃれやんと思って手にしたのがヌジャベスというヒップホップトラックメーカーのオムニバスアルバムかな、 Model Soul っていうアルバムなんですけども、このねアルバムでね慎吾2さんとフューチャリングした曲 Love Sick や Whatever You Are っていう曲があるんですけども、めちゃくちゃおしゃれでかっこいいんですよ。でそこからもうハマって、でヌジャベス慎吾2さんの曲いろいろ聞いてね今に至るんですけども、まあね今日1年ぶりに見に行くのでめちゃくちゃ楽しみです。毎回毎回ね演出だったりとかがこう変わってね、こう観客をすごい魅了するんで、今回はねどうだったかみんなとねぜひシェアできたらなと思うので行ってみたいと思います。 Let's go! Yes! 何やねん。めっちゃ並んでる。しかも俺多分これこのまま YouTube 上げようかな。よろしく。みんな YouTube デビュー知ってるね、ジャベス知ってるよ。さすが、もちろん知らないね、聞くまでもなかった聞くまでもなかったわ。一回ちゃんと聞いた。一回だけだろ。聞いた、一回聞いた。ひょうぼたぶんね、他の友達も先入ってるからね。そうなの。待ちます。てかすごいのがこれね。そうね、そうここね。ジェンダーナチュラルレストルームだから男女混合のトイレ。でもニューヨーク多いんかね。ニューヨークは結構最近出てる。ね、やっぱそのトランスジェンダーとかレズビアンとかゲイの子も多いからね。どっちかわからないかもしれない。すごいよでも。ちょっと横がうるさい。今日。でもね、ちょっと会場に来てる人がめちゃくちゃ少ない。多分これコロナの影響だね。だね。うん。でここの会場も明日からもう。閉まるみたいです。2週間ぐらいでギリギリ僕らが買ったイベントは大丈夫だったんですけど、どんな感じなんだろう。見て、まだガラガラ。僕毎年ヌジャベスのこの慎吾2のねライブは来てるんですけど、だいたいパンパンだから今日珍しいね。結構ちょっと待っていきたいと思います。誰？
回の動画いかがだったでしょうか。完全にね、僕趣味思考押し付け動画になってしまったんですけども、これを機にヌチャベス新語2皆さんに知っていただけたら嬉しいなと思い、今回この動画を上げさせていただきました。ヌチャベスはですね、実は2010年に交通事故で亡くなってしまっていて、今年10回忌だったんですよ。なんでね、渋谷のスクランブル交差点の電光掲示板がバーッとヌチャベス一色に染まってたり、新語2さんもね、今回のライブは特別な気持ちで行ってたんじゃないかなと個人的に思ってます。もしね、オリジナルの音源が気になるって方は下にリンク貼っておきますので、ぜひそこからチェックしてみてください。今回の動画良かったと思ったら、いいねボタン、チャンネル登録も忘れずにお願いいたします。最後にですね、僕がヌジャベスの中でも特に好きな曲、フルで動画撮ってきましたので、そちら楽しんでいただけたらなと思います。では次回の動画を楽しみに、またお会いしましょう。 See you next time.